こんにちは、こんばんは。ようこそタットチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は第3回コッパチェントロジャポーネ2024年の模様をお届けします。まあとにかくすごい車ばかりで尺がめちゃくちゃ長くなってしまいました。お時間ある方はゆっくりご覧ください。まずは水辺広場にあるマルチェロ・ガンディーニさんの車から紹介していこうと思います。1967年のフェラーリ 275GTD4 ですね。少し後ろに座るシートがあります、まあ、座れないですけどね。はい、こちらはフェラーリ 250GT インファリーナクーペ1960年です。1961年製マセラティ 3500GTI。 こっちがかっこいい。はい、1971年マセラティのギブリスパイダーですね。1987年フェラーリ 328GTS です。この鮮やかなイエロー。1971年製 D の 246GT です。はい、こちらも 246GT 1971年の D のです。色違いで2台並ぶって。
DOHC です。馬力は195馬力5速ミッションですね。でこんだけ大きいボディなんですけど1070キロしかありません。エガント、はい、1996年の F355 ベルニネッタです。2001年フェラーリ360モデナです。こうやって見るとでかいっすね。これは何がいいってこのエンジンルームが、はい、1973年のデトマソパンテーラ GTS です。はい、1972年アルファロメオの 2000GTV です。色が渋い、群青色って言ったらいいんでしょうか。斜め出しのエグゾーストパイプがまたかっこいいですね。ていうか同じ顔ですね、面白い。隣にある1968年ランチャーのフルビアのスポーツザガードです。この隣のフルビアと全然雰囲気が違います。目2頭なんですけど、このヘッドライトのところはこういう異形のトリムなんですよね。これは正直初めて見たかも。だからさっき言った一世代前のデッサ、はい、1997年のフィアットパンダ 4x4 です。まだあとちょうど今ネオクラシックって言ったところでしょうか。ので本当にファミリーでキャンプ行ったりするにはかなり適してるんじゃないでしょうか。はい、1954年フランスパナードジュニアです。うん、一目でフランス車と分かるデザイン。このグリルもう造形の塊としか言いようがない。めちゃくちゃ寝てますね、これ。これはまたかっこいいわ。で、ドアが、はい、1954年、アイレー。1954年ポルシェ356のこれ A になります。エロいですね。やっぱ僕車ってお尻が好きなんですよね。1954年イギリス MGTF です。これはなかなか見ることがない。1949年製ジャガー XK120LT1 です。うん、まさにレーシングシーンから飛び出てきたような車ですね。1955年ポルシェ550RS スパイダーです。おもちゃじゃないよ、実用的だ。クリアなエクゾースト
と現代にはない。はい、これは面識がちょっと不明ですが、ビートルが並べられてありますが、タイプ1でしょうか。綺麗だな。はい、1952年シトロエントラクションアバント。このスタイルを崩さない感じでこのトランクがついてるというところがいいですね。すが、このオーナメントはめちゃくちゃかっこいいです。これアメ車って言われても正直わかりますね。すごいな。でもってるか分かりませんが、インターナショナル、文字でヘッドライトがでかいですね、本当に。はい、こちらは1934年タイレー9。これ多分テール好きなやつだ。うわー、これテールかっこいい。今回の動画はいかがだったでしょうか。素晴らしい車たちばっかりで本当に眼福な一日になりました。タットチャンネルは車バカな私が西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、キャンプ場情報、車のあれこれなどを配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこ行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白かったよっていう方、ぜひ高評価ボタン、コメントもどしどしお願いいたします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。